別にスプーンもクリークもそんなの同じです同じやったけど、うんうんうん、出てまう球、うん、でね、うん、これちょっと説明しておきますわ、うん、構えてください、はい、アイアン持ってきてちょっとアイアン取って何でもいい、うん、何でもいい、はい、まあ、皆さんちょっと説明しておきますね、はい、アイアンっていうのはパッと構えたアドレスしたら、はい、リーディングエッジどこにあります？手前リーディングエッジここですよ、ね、うん、リーディングエッジは地面についてますか？ついてます、はい、ついてるところからフェースが上には出てる、うん、じゃあウッドはパッと構えた時どこ見ます？リーディングエッジ見ます？ヘッドの面、ヘッドの面かここ見るでしょ、うん、このウッドはこの上から下にフェースが出てる。あ、でも確かに。だから、うん、アイアンっていうのは結構リーディングエッジをイメージして拾うから、リーディングエッジから上がフェース、うん、ウッドはこの上から下がフェース、下がフェースだから垂れてていい。あ、じゃあ逆にウッドやからそういう感じでいいってこと？そう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 、だから俺もそうやったけど、しっかり打ちに行こう思ったらここを打ち込んでまうの、ほなもうダブってまうねん。まあ確かにここをなんかこうするイメージはないわ、うん、俺が長さやと思って、うん、昔こういうウッドを9番とかピッチングの長さにして打ったけど、ピッチングとか9番の感じではないねん。だから俺なんでアイアンと同じ長さ、ショートアイアンと同じ長さにしてんのに、まあ、ショートアイアンみたいなイメージで打てないんやろうと思って。もう問題はこれ、わ、でもそう言われて打ったら、うん、めっちゃ簡単かも。せやね。あ、だから、うん、逆にウェッジで打ち込んでしまいそうっていう感覚というかフィーリングやとしたら、アイアンよりももっと打ち込んでまいそうというか。そう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 、わかる、私の今言ってる意味。だからアイアンはリーディングエッジに目付けするけど、確かにウッドはここに目付けするから、ここ打ち込みに行ったらこの下にフェースが出てる分ドーン行ってまる、それが嫌やから跳ね上がってトップ。なるほど、自分の感覚ではここを意識してるつもりやったけど、うん、言われてみたら確かにこっちを見てるわ、うんうん、なるほど。だからそのフェースの上のここ、うん、ここを意識して打ってみ。めちゃくちゃいい球やね、打ちやすいと思うから、あとはちょっと自分がチェックしてる、うん、うん、うわ全然違うわ。全然違うわ。そうそう、だからラフでもトップ打て言うてん。あー、でもトップもさ、こっちでさ、こうなんていうの、打ちに行こうとしてるから気持ち悪かったんやな、うん、そう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 、なあ、こうやってパッと合わせやろ、うん、合わせてみ、はい、はい、このここが浮いてるとこってもうボールのこんな上の方やね、だから上の方狙っていいね、うん、そうか、怖いからこうなるよ、うん、うん、な抜け玉なんで、だから練習としたらこの赤い線があるボールやったら、うん、打ちたいとここうやって合わせたいよな、こうやって始める。あ、そう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 、確かに、ここ打って、そうそうそう、めっちゃいい球、うん、だからティーショットなんかはティー低くしてこうやって打ってもいいよ、うん、より打ちやすくなる、うん、めっちゃいい球、うん、ちょっとティーアップしていい？いいよ。ティーアップしたら今度はちょっとあれになるから、これをちょっと
そうそうそう、ちょっと低めにして。でもさ、無意識にさ、ティーアップしたらこんなとこ意識せんと勝手にこっち、まあそうやな、意識してたかも、うん、めっちゃいい。もうどこまでも狙っていきそうやもん。はい、ということです。はい、なので、まあ、結論から言うと、うん、アイアンとフェアウェイウッドは、うん、ヘッドの形状が違うから、うん、プレイヤーも見てるとこ違うね、無意識に。これは無意識ですよ。心だとこうやってパタ構えた時に絶対にリーグエッジが見てないもん、うん、この V って書いてる、キャラウェイの V って書いてる、この上を見てるやん、上で右向いたり左向いたりって合わせてるやんか、うん、ってことはこの上を振ってるね、絶対ね、うん、ベースのこの上をね。確かに。そっから下にベースが出てるから、この目付けだけで、うん、皆さんフェアウェイウッドが当たる確率がぐっと増えると思うので、ぜひやってみてください。もっと教えてほしい。いや、俺前言ったと思う。言ってない、この初耳や。すごいわ。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お、いや